国鉄三十系電車は九百二十六年から九百二十八年にかけて日本国有鉄道の前身である鉄道省が製造した車体長十七メートル級三扉ロングシートの休憩電車を便宜的に総称したもので鉄道省が製造した最初の構成電車である。具体的には三等制御電動車のモハ三十系、二等付随車のサロ三十五系、 三島付随車の左派36系の3形式258両を指す。製造当初は、それぞれで派7万3200系、サロ7万3100系、左派7万3500型と称したが、1928年10月に施行された車両形式称号規定改正により、蒸気の形式に改められた。1923年の関東大震災以降、 東京周辺の省電運転線区では輸送力の増強のため車体を大型化した手派6万3100系電車が量産され、電車による長編成化と高速化が実施されていた。しかし、従来からの木製車体は一般客車に比べて側面の開口部が多い上、換気の関係で強度上有利な上昇窓が採用できず、扉のある中央付近に 乗客の荷重がかかるため構造的に脆弱で、加減速に伴う車体の歪みがひどく、また一度事故となれば、木製車体は容易に粉砕され、事故の規模を大きくしていた。さらに、震災後の復興に伴い木材価格が高騰し、良質な材料が入手困難になっていた。そこで、鉄道省は客車に先んじて、木製車体の電車の申請を中止し、 構成車体に切り替えることとした。これにより、1926年から申請されたのが本系列である。構成化された車体に合わせ、機器も性能は大差ないものの刷新され、標準化が進められた。従来の木製車は、構成の台枠の上に単に車体を乗せただけのもので、台枠中央部のスイカは、床下に設けられたトラス棒に取り付けた。 ターンバックルを伸縮することによって防いでいた。しかし、長さや幅の増大によりこのトラス防止機大枠では、車体の重量を支えることが困難になってきており、さらに、連結機が自動連結機に交換されたことにより、大枠中央部の負担力を回す必要が生じたため、本系列では大枠を構成する鋼材の中央部分の幅を増した魚服型大枠が採用された。 その上に、車体外皮と骨組みを構成として、リベットで組み立てた。窓の上下には補強用の帯が巡らされている。側面の窓は、立脚へのサービス改善のため、天地方向を広げた二段窓となり、上昇式となった。従来の日よけ鎧戸も廃されて、巻き上げ式のカーテンに変更された。参等者の座席は、 ロングシートで、背ずりを S 字型の局面とした短冊張りとし、座布団は緑色の布地張りとしている。屋根の構造は、従来通り明かり取り窓が、側面に設けられた木造二重屋根構造であるが、車体幅を最大限に広げたことから、車両限界に定触するため、雨どいは設けられず、扉の上部に水切りが設けられたのみであった。 通風の改善のため屋根状の通風機も従来の片側4個を6個に増強されている。主電動機は MT15 型が鉄道省と製造各メーカーの共同設計により新規開発の上で採用された。これは全世代のモハ1重計用として各メーカーの共作となった MT7、MT9、MT10、MT12、MT13、MT14 MT 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 の 各電動機の使用実績と、その保守部品管理の煩雑さから標準化を求められて、開発されたものである。性能的にはそれらとほぼ同一仕様であったが、使用実績が良好で大量購入された、日立の MT7 を基本として、他社製機種の利点を盛り込む形で設計されており、将来の地方選挙への転用を睨んで、購買線での連続使用に耐えられる、よう、 熱容量を大きくとってあった。また、フレームも強度重視の頑丈な構造で、重量と容積が大きく、定格回転数も当時としては、やや低めに抑えられているが、信頼性と汎用性が高く、性能に余裕があることが、最大の特徴であった。この MT15 は、その後標準電動機として長く量産され、 1930年の横須賀線向けも、波32型で高速運転対策として、弱め開示が付加されて、MT15A へ、さらに使用実績に基づく改良により、MT15 が MT15 バイトへ、MT15A が MT15C へ進化し、このうちの MT15C は20メートル級車である40系にも採用され、これらに続いて、軽半身蓄電化用として、 新設計された4 2系でも弱め開示率を70%から58%に強化したことに伴って改良された MT15D が採用され、これが MT15 としての最終モデルとなった。制御機は電磁空気カ無軸式の c s 5系である。在来木造電車に搭載されてきたゼネラルエレクトリック車製電空カ無軸式 PC 制御機のライセンス生産品。 芝浦製作所 RPC-101 の改良による上位互換型であった。主管制御機は G 社製 C36 系マスターコントローラの改良国産化品である MC1 型が在来木造車から引き続いて搭載された。ブレーキは M3 同弁を使用する M 自動空気ブレーキで当時の標準品であった G 社製 J3 同弁を使用する AVR 自動空気ブレーキと互換性があるが、こちらはオリジナルは自動空気ブレーキの開発元であるアメリカウェスティングハウスエアブレーキ車製品で、後には三菱造船、日本エアーブレーキの2社の手で国産化されたものが使用された。本系列で実際に製造されたのは、デハ73200系、サロ73100系、サハ73500系の3形式であったが、 三等郵便荷物合わせ作り車、三等荷物合わせ作り車も計画されていた。これは京浜線や山手線では当時はまだ客に分離がされていなかったためであるが、結局製造はされなかった。本系列は全車が京浜線に投入されたが、一部は1928年から中央線や山手線に転出している。百二十八年度製造車は、 中央線国分寺立川間の電化開業用名義であったが、実際は京浜線に投入され、そこからの連出車が中央線用に転じている。本系列の機関となる制御電動車で1928年までの3年間に205両が製造された。前述のように落成時の形式は、デハ73,200型で1928年の 海板により、モハ30型となった。側面窓配置は d 1 d 2 d 2 2 d 2である。本系列では唯一の運転台付きの形式で全面を非貫通としたことから、運転台の機器配置が余裕のあるものとなっている。1927年度制は、座席のせずり形状を垂直に近い局面に変更し、 運転室扉の幅を1 0ト、mm、ル縮めて5 4 0ト、mm、ルとしている。また、ドアエンジンが全面的に採用されたのが最大の特徴となっている。1928年度製は台車を従来の玉、山形港組立式の TR14 から工房組立式のボールドウィン型 TR22 に改め、自長が約3トン増加した。また、 車内の電灯は従来天井中央部に一列6個のみであったが、出入り口付近3箇所を大型のグローブ灯とし、座席部の照度を上げるため、座席上部のモニターランマ窓の柱から、ブラケット上に小型グローブ灯を片側3箇所に吊るす構造としている。本形式の年次ごとの製造状況は次の通りで、奇数番号車は上り向き、偶数番号車は下り向きである。 1928年の開版にあたっては、番号の奇数偶数は固定したまま1から始めることとしたため、番号の入れ替わりが生じている。具体的には、73,200、73,201、73,202、73,203、32、31、34、33といった具合である。二等付随者で、 1926年度及び1928年度に計8両が製造された。1928年開版以前の形式はサロ73100型と称した。二等車であるため片側に扉で、車端部と飛ぶクロブがロングシートである以外はボックスシートとなっており、天井には他に例のない優雅な装飾が施されていた。窓配置は 2D22222D2 である。本形式の年次ごとの製造状況は次の通り。1928年度製造車については、台車が玉、山形港組立の TR11 から、膀胱組立式の TR21 に変更されている。三等不随車で1926年度及び1927年度に45両が製造された。 1928年開版以前の形式は左派73,500型と称した。携帯的には、モハ30型から運転台を配した構造で、窓配置は 2D22D22D2 である。1929年、京浜線の木造二等車が9車となった際、36,041から36,045が代用二等車として、 1931年にサロ37型が落成するまで使用された。本形式の年次ごとの製造状況は次の通り。1930年の横須賀線での電車運転開始にあたり、専用車の32系電車の完成が間に合わなかったため、本系列も暫定的に貸し出しの上、横須賀線で使用された。しかし、 この時点では三等郵便荷物合わせ作り車の申請が行われなかったため、偶数向きも破三十計5両に暫定的な仕切り壁を設置し、三等郵便荷物合わせ作り車として使用したものである。形式番号はそのままだったが、記号はモハユニに変更された。座席を撤去して運転室直後、郵便室、その後くらいを荷物室としたため、 定員は54人となった。1935年、横須賀線用にも灰油に44型が登場すると、翌年にかけて、総武線に転属したが、すぐに、郵便荷物扱い設備を撤去したのは3196、3198の2両のみで、残りの3両は区派に28系の増援用として、使用された。1941年4月には、 三万二百二、三万二百四、学波に六十七型の転入によっても波に服したが、三万二百は九百四十五年五月までも波ユニとして使用された。申請5十年を目途として行われた更新修繕工事で、九百三十六年から九百四十二年にかけて実施された。三十系はもともと連結面細部に窓は設置されていなかったが、 火器の換気対策として1934年度から、模波30系、左波36系の貫通路の両側に開閉可能な窓を設置する改造が行われ、1936年からは特別修繕と併剃された。改造は1926年度、1927年度制の大半に行われたが、戦時体制に突入したことにより、1928年度制には、 ほとんど行われないまま、80両への実施をもって中止された。1937年には、下記の運転室の通風対策として、2両が助手席側の全面窓を試験的に開閉可能に改造している。1940年に後期2600年を記念して開催される予定だった東京オリンピックに協賛して、省電に特別塗装を施すことになった。 試験塗装者は1937年9月から A 案、B 案の2種が登場したが、本系列に実施されたのは、ウィンドウシルから上部をクリーム色、車体下部をエビ茶色にした B 案で、下記の7両である。1937年に日中戦争が勃発し、戦時体制となったことから、1938年10月31日限りで、商電は、 関西宮殿と横須賀線を除いて二等車の連結が中止された。本系列に属するサロ35型は中央線へ、転属の上、車内設備はそのままで三等車代用として使用されたが、1941年には、車体中央部に扉を増設し、三、扉ロングシート化の上、サハ三36型に編入されることとなった。改造は、 同年12月から翌年12月にかけて、大井工場で行われ、番号順に36,046から36,053に改版された。元が二等車であることから、オリジナルの左派36型とは、微妙に窓配置の寸法が異なっており、両端部のドアの戸袋の向きが、オリジナル車が車単速であるのに対し、サロ35計画下げ車は、 中央側であるのが異なっていた。特徴であった天井の装飾は、改造後もそのまま残されていた。太平洋戦争中の国史により、鉄道車両の多くは荒廃し、米軍の空襲により多くの車両が消失した。終戦後は旅行の政権がなくなったことにより、さらに混雑が激化し、車両の荒廃も加速度的に進んでいった。製造年次の古い本系列は、 不可動車への伝送品の教室元となり、多くが伝送解除された。戦後の混乱も沈静化した1949年から1952年にかけて更新修繕愛が行われ、戦前同様の状態に復していった。東京で使用された本系列は太平洋戦争末期の米軍による空襲により、多数が被災し廃車された。 その数は実にも三3 0三3 9両、左十3 6二2 1両の計60両に及び製造総数の4分の1弱にあたる。特に1945年4月13日の池袋電車区、4月15日の鎌田電車区の消失は夜間であったため被害が大きく、5月25日の空襲でも運行中の列車が被災した。これらのほか。 1934年に一両が衝突事故により、1945年に一両、翌年3月にも一両が河川事故により廃車となっている。これらは、おは70軽客車として復旧されたほか、多くが私鉄に払い下げられた。中には、被害の程度が大きかったため、被災前の車号が判別できず、譲渡の際に焼け残った車体や台枠に適当に、 番号を振ったため、同一の車両が、長母上二車に譲渡されている例が見られる。潜災及び同時期の事故により、廃車になった車両と、その後の処遇について、次に掲げる。1945年8月及び10月に、潜災車の部品を、回収運搬するための車両として、これも、同じく潜災により、反創していた左派36計算量の、 窓から上部を撤去し、無害者とした。この改造による改版は行われなかったが、記号はさ波に改められた。1947年には部品の回収も終了したため配給用に転用されたが、繊細復旧者ゆえ、積載量があまり多くなく、無害化車の時銃型が代わりに使われることが多かったようである。 1953年6月の開盤では去る9400系。1959年6月の開盤では残存していた9401と9402、さる28型とされることとなったが、現車は車番の書き換えを行うことなく、直後の7月に廃車となった。証言は、戦中戦後の国史により荒廃し、多くの不可動車を出していたが、 1947年8月から1949年12月にかけて、モハ30系及びモハ31系の一部を電装解除して制御者とするとともに、使用可能な電気部品を大型車の修繕用に振り向けることとした。モハ30型については、61両について電装解除が計画されたが、最終的に施行されたのは59両で、 国鉄直営工場や電車区ばかりでなく、小糸製作所や日国工業、東京電機、京成奈良市の工場、汽車製造東京支店、東急車両製造横浜製作所といった民間工場でも委託施行された。電送解除された車両は、形式番号を変更しないまま、記号を雲派としていたが、モハ30系の制御車代用では運用上、好ましくないことから、 1949年10月、正式肉波38型へ編入し、38,050から38,120に改版された。当初に計画された改版計画は、車両の向きを考慮せず、単純に番号の若い順に連番を振っており、運用上支障があることから、10月26日付、盗作客第477号で、 車両の向きと番号の奇数偶数を合わせるように変更され、一部に金車の振り替えも生じている。番号の新旧対象は次の通りである。計画のみで、電送解除されなかった車まで示す。戦後、山手線と京浜線で使用されている電車を色分けしようという計画が実施されることになった。これは、当時、山手線と京浜線は、 田畑田町間で線路を共用しており、乗客の語情が絶えなかったためである。まず、色見本電車が公開され、その中のイアンを採用することとして、山手線用を緑色に塗装変更することとされた。1948年4月に3123が緑色で出場し、翌1949年末までに約9割の車両に施行されたが、 田畑田町間を複々線化して山手線と京浜線を分離することとなり、塗り替えは1950年に中止された。1950年から1951年にかけて、静岡鉄道管理局に転属し、飯田線やみの線で使用されていた、もは30系2両及びくは38系4両について、中央扉を埋め、座席を、 ボックスシートに変更する改造が行われた。これにより、モハ30型はモハ62型に、クハ38型はクハ77型に改められた。番号の新旧対象は次の通りである。電動車については、1953年開番後の1954年に2両が追加改造されている。番号の新旧対象は次の通りである。 1950年に河川事故により身延船で消失した3173を1952年に豊川分工場で車体長20メートル級に扉クロスシート制御車の区波47型として復旧したものである。復旧名義とは言っても大枠を含めた車体は完全な申請で、台車も別の車両からの流用品であり、実質は 車席流用による申請である。詳細は、国鉄32系電車、モハ30改造区万47,023を参照されたい。中央線浅川伊勢への小電の乗り入れは、戦前から行われており、太平洋戦争の勃発によって中断したものの、1948年7月に臨時列車で復活し、翌百四十九年六月からは、 正式に乗り入れが再開された。この区間は断面の小さいトンネルをそのままにして、電化を実施したため、河川高さの低い区間があり、電車の通過の際にパンタグラフが折りたたまれてしまう可能性があったが、特にそれに対応する改造は行われず、配置車の中から車輪のタイヤがすり減って、薄くなっているものを選んで使用されていた。しかし、それでは運用上煩雑となることから、 同区間の専用車両として屋根高さを低く改造したものを1951年から7月から9月にかけて本系列の改造により製作することとした。改造派主車の更新修繕愛の施行と同時に行われ、従来からの二重屋根は単純な丸屋根に変更され、通風機はグローブ型に交換、屋根高さは 3635mm となった。同時に、 妻面は、切り妻とされている。この形態は、後年、更新修繕2の実施と同時に施行された、本系列の丸屋根化の原型となったが、この時の改造車は、細部の仕様や寸法が微妙に異なっていた。この改造を実施されたのは、モハ30系7両と、クハ三38系7両の、計14両であったが、モハ三十系のうち六両は、運転台を撤去して、 中間電動車とされている。改造竣工事は、原版のままであったが、1952年1月に、モハ30型は改版を実施され、制御電動車は300番台、中間電動車は500番台とされた。番号の新旧対象及び対象者は次の通りで、ある。これらは、三鷹電車区に配置され、1951年9月から、 営業運転に使用されたが、パンタグラフと河川の絶縁距離をさらに大きく取って、保安度の向上を図ることになり、さらに屋根を低くした、もナ 70K800 番台が1952年4月から投入され、本グループは投入からわずか1年3ヶ月余りの1953年2月に、中央東線運用から撤退した。1953年6月1日に施行された、 この車両形式称号規定改正により、車体長17メートル級の電車は、形式10から29に設定されたため、本系列に属するモハ30系、サハ36系、クハ38型は、その時点で残存していた全車が、改版の対象となった。この改版により、車体長17メートル級3、扉ロングシートの電車はその出自に関わりなく、 中間電動車はモハ10系、変運転台の制御電動車はモハ11系、両運転台の制御電動車はモハ12系、制御車はクハ16系、付随車は左ハ17型に統合された。ただし、番台による区分が設けられ、た系列の車両と区別された。区分の詳細については、各形式の節で記述する。モハ10系形式図モハ10型は、 モハ30系の運転台を撤去し、中間電動車化した車両に与えられた形式で、1951年に中央線向けに改造された6両のほか、更新修繕、通平線で28両が改造され、計34両が本形式となった。そのため、後述の形式のようなモニター屋根車は存在せず、全車が丸屋根であり、また、多系列からの編入車も存在しない。 なお、この改版に先立ち、1953年2月から、更新修繕、通平線による中間電動車化及び丸屋根化を実施した車が、落成しているが、これらは、改版を先取りする形で改正後の新形式番号を付けて収益している。また、改版後の改造落成車は、一旦、モハ11型に編入された後に、本形式となっている。は、 1926年度、1927年度製の DT10 系大車を履くものを1万から、1928年製の DT11 系大車を履くものを1万5 0から、不満するように細分し、前者は1万から1万1 8後者は1万5 0から1万6 4とされている。番号の新旧対象は、次の通り。モハ11番台形式も、 は11系100番台形式図下の席総合車両所に保管されているく一万1117 11もハ11型は、車体長17メートル93、扉ロングシート編運転台の制御で動車に与えられた形式で、もハ30系のほか、もは31系、も三33型、もハ50型がもハ11型に統合されている。9も、は三十型は、 屋根の形状と台車の違いにより、万代学分され、二重屋根のもののうち、1926年度、1927年度製の DT10 系台車を履くものを11000から、1928年製の DT11 系台車を履くものを11070から不番し、丸屋根車は同様に1100、1150から不番された。モハ型とは異なり、 開番前落成者については、9番のまま落成しており、改正施行期日の6月1日をもって、新番号に改められた。開番時点でも派11型となったのは、計73両で、番台区分ごとの、両数は54両、14両、4両、1両である。開番時点での新旧番号の対象は次の通りで、ある。後も更新修繕継続され、 修繕終了とともに改版が実施されたため、新旧番号の間に関連性はなくなっている。更新修繕は、1953年から1956年にかけて実施され、100番台39両、150番台10両の計49両に対して実施された。本番台にならなかったものは、一部が模波重系及び、 モハ14型に改造された他は1959年3月までに廃車された。番号の新旧対象は次の通りである。新車号の後に改造工場を併記した。森岡工場での試行者は仙台鉄道管理局。長野工場での試行者は長野鉄道管理局管内。畑製工場での試行者は広島鉄道管理局へそのまま配置されている。 区波16系100番台形式図区波16系200番台形式図区波16型は、車体長17メートル93、扉ロングシート編運転台の制御車に与えられた形式で区波38型と区波65型がク波16型に統合されている。本系列に属するのは、モ波30型を伝送解除した区波38系50番台である。 屋根の形状と台車の違いにより、番台が区分され、20屋根のもののうち、1926年度、1927年度製の DT10 系台車を履くものを16,100から、1928年製の DT11 系台車を履くものを16,150から不番し、丸屋根車は同様に16,200、16,250から不番された。 開番前落成者については9番のまま落成しており、改正施行期日の6月1日をもって新番号に改められた。この時点で930系の区波16型は55両が存在していた。開番時点での新旧番号の対象は次の通りである。その後は更新修繕2と平成で丸屋根化が実施され、44両が200番台に開番された。 マリアネ化されなかったものは1959年までにすべて廃車された。サハ17型0番台形式図サハ17型0番台形式図サハ17型は、車体長17メートル93、扉ロングシートの付随車に与えられた形式で、サハ36系、サハ39系及びサハ75型がサハ17型に統合されている。本系列に属するのは、 サハ36系である。1953年の開版時点で在籍していたサハ36型は28両で1万7000から不満された。その他にヤサハ36型が3両あったが、こちらは事業用の配給車サル9400型となった。末尾の4両は9サロ35系であるが、台車の異なる1928年製の4両は、 この時点までにすべて廃車されており、他形式のような台車の相違による番台区分はされなかった。1955年度中に全車が大宮工場で更新修繕2を施行され、100番台に改版された。番号の新旧対象は次の通りである。長く東京圏の通勤輸送を支えた本系列であるが、戦後の輸送量の増大による、 車体長二十メートル級電車の増備や老朽化によって、九百五十一年以降、地方に転ずるものが多くなった。主な転用先は電化場合線区で、仙石線、大糸線、美延線、飯田線、福栄線、壁線、宇部線、小野田線などである。東京圏に残ったものも、京浜線や山抜線からは九百六十年代前半には、尻溶き、大目線や、 南部線、鶴見線などの周辺線区に移っている。地方に移ったものも、1970年代前半までには、大都市圏への新性能電車投入によって、余剰となった、車体長20メートル救急系電車に置き換えられて、姿を消していった。一般営業用に残った最後のものは、1980年11月まで使用された南部支線である。 地方選挙への転用にあたり、長大編成を前提とした、モハ10系、サハ17型は1960年代10番、頃にはすべて姿を消し、モハ11系、クハ16型についても、1970年代前半には、ほぼ淘汰されている。これらの一部は、事業用に転用され、配給者、救援者、牽引者に改造されている。これらは、 後継者の登場する1980年代まで使われたが、1987年の国鉄分割民営化に際しては、原因者に改造されていた一両がイベント用として旅客用車に復帰し、東海旅客鉄道に引き継がれたのが唯一例である。老朽化の進行していた木造のモル4100系の代替として、1958年から改造が行われたもので、 大型部品の運搬の便を測るため、車体の後半部は無害構造とされ、煽り度が設けられた。運転台直後の車体の3分の1は、小物部品の運搬のため有害構造のまま残されている。1958年度の改造は、大宮工場でも派11系5両、区派16系3両に対して行われ、改造後はそれぞれモル4500系。 クル九千五百型となった。これらは九百五十九年六月の改版で、クモル二十四型、クル十九型に改められている。その後も、増備は進められ、九百六十九年までに、両運転台形のクモル二十三型に二両、変運転台形電動車のクモル二十四型に五両、制御車のクル二十九型に三両が改造されている。番号の進級対象は、 次の通りである。1959年6月、新生の電車を分離する、形式称号規定改正が行われ、その際、中間電動車と制御電動車が分離されて、制御電動車に新記号、雲が制定されたのに伴い、も波11型は、雲波11型に改められた。また、従来形式は、数字のみであったが、この改正により、記号と数字を合わせて、 形式とするよう変更されている。同時に、構成事業用車は、従来の雑形形式から、正式形式に移され、モル4500系、クル9500系、サル9400型は、それぞれクモル24型、クル29系、サル28型に改められている。区ハ16系の一部には、戦績線及び、 飯田専用として1951年頃から運転台直後の客室を仕切って荷物室とした車両があったが、1959年12月にこれらを空派に19型に改め区別をした。これによって14両が本形式となったが30系に属するのは8両である。番号の新旧対象は次の通りである。1960年、復縁線で 早朝夜間の炭鉱運転用として、旗製工場で、雲葉1153の後くらいに運転台を増設したもので、改造後は雲波12型に編入され、雲波12040に改版された。増設側の運転台は、全室式であるが、貫通扉は、引き戸のまま残されている。本社は、岡山電車区を経て1972年に、 リクマエバルの町電車区に転属し、事業用車代用となり、1982年に廃車となった。戦績戦では1960年代後半より、合理化に伴う、各駅無人化が進められる一方で、通勤自由走力の増強も課題となり、リクマエバルの町移縁の伏線化に着手していた。当面の対策として連結量数の増強が行われ、 MT2 連祖性による四連運転が常態化しており、車掌業務の便と乗車効率の平均化を図るため、1963年度より9 3 0 3 1系の全面貫通扉とフォロワクの設置工事が行われた。930K では、雲波11101、11102、11106、11108、11112、11115、 一万千百十八、一万千百四十、一万千百五十、区派に一万九千、一万九千一、一万九千二、一万九千四、一万九千七が対象で、1965年度までに順次、施行されたが、うち一万千百一、一万千百八、一万千百十八、一万千百四十、 については72系の転入が決まったことから未施行のまま廃車されている東京圏の通勤線区から17メートル車が撤退するのに伴い車両基地内での入れ替えや本線上での主運転や改装に使用するため牽引車に改造したものであるこの頃には新生の電車が各区に配置されるようになっており電動車は運転台のないのが基本でありまた。 制御者は動力を持たない不随者であることが多いなど、これら新製のお社用の牽引者が求められていたものである。クモハ11系の後くらいに運転台を取り付けたものが1962年に一両、運転台がないことから地方での単編性運用に適さないモハ10型に運転台を取り付けたものが、1963年から1966年に、 かけて給料が製作され、雲屋22型に編入の上それぞれ100番台、110番台に不番された。両者とも両側に運転台を設置し、新性能車を制御できる機能を追加しているが、車体は運転台部分以外は種車のままである。前面は霧妻の貫通型で、幕板部に全消灯を埋め込んでいる。これらは、 1980年代まで使用されたが、国鉄分割民営化を前に、イベント用に改造された一両を除いて、すべて廃車された。番号の新旧対象は、次の通りである。雲江2万1000一正面は、戦績線貫通化の名残1963年から1967年に、かけて、雲波11系5両、佐波17型一両が、救援車に改造された。 これらは、車体中央部に幅広の扉を設け、両運転台に改造されたのは共通であるが、配置区所の事情に応じて、細部の仕様は異なっている。改造後は、それぞれ雲江21系、区江28型に改められている。1986年までに全車が廃車された。番号の新旧対象は、次の通りである。 雲葉120411987年、雲屋22系1両をイベント用として使用するために旅客用に改造したものである。落成日は3月31日で国鉄最後の改造落成者である。番号は前述の雲波一12040に続く雲葉12041と不満された。外観上は雲屋時代とほとんど変わりはなく。 扉の一部自動化や釣り革の再設置を行った程度である。民営化後は JR 東海に引き継がれ、初期の予定通り、飯田線のイベント列車、下駄電号やロングシートであることから床面に畳を敷いて管理、お座敷車としても使用された。しかし、2000年12月17日に、京福電機鉄道越前本線で発生した列車衝突事故により、 ブレーキの多重系統化などの対策指示が国土交通省から出されたが、これに対応できない本社は使用を中止され、2002年2月28日付で除籍された。本節では1953年開番以降の廃車について記す。本節では1953年開番以降の譲渡車を掲げる。も波重形用としては、 最多となる90両分以上が納入されている。また、同形式の構成化改造時に、主電動機の標準化を目的として、MT15 バイトへの振り替えを実施した際にも、不足分は、この MT7 で補われ、それ以外は、淘汰されている。これらを含む、鉄道省の戦前型電車、電気機関車の主電動機定画出力は、 河川電圧効果を見込んで規定の 1500V よりも1割減の 1350V 状態を基準に設定されていた。仮に、端子電圧 675V で低格出力 100kW のモーター搭載車に、河川電圧が 1500V を保って十分に供給されている場合、端子電圧は 750V となり、冷却機構が十分な性能を備えていた場合、一気。 あたりの1時間低角出力は約1 1 1ットとなる。これは MT7 をはじめとするモハ10系用主電動機、そして後継機種である MT15 系主電動機にも共通する数値で17メートル級電車の種、電動機としては1920年代中期の日本で最強レベルであり、将来性を見据えた賢明な出力設定であった。後に、 鉄道省の電車大型化に際し、関西私鉄各社の150の1 7 0ット級、主電動機には及ばずとも、出力面での大きな不足をきたさずに済んだ背景に、この余裕を持った実用出力の設定が挙げられる。厳密には、MT15 を基本としながらその時期回路に手を加えて、高回転仕様とした、もは52もは43反流型用の MT16。 MT15 系最後の新設計モデルである。以後は全面的に設計を改めて、定格出力を一気に28%アップとした MT30 へ移行した。図面番号 EC365.0366 として1926年3月6日付の計画図が現存する。本社を含む戦前型国電は1両あたり1個の床下層か、 ブレーキシリンダからロット連動によって前後双方の台車を制動する構造で空気ブレーキの制御、配管方式こそ異なる点もあるがブレーキシリンダから先の機械的連結部分の取り回しは軽腹電鉄事故車と同様ロット破断によって作動しなくなるリスクがあったこれでも2両以上の並列運転であれば緊急時でも別の車両の非常ブレーキが作動するため フェール政府性が確保できるが、蜘一万12041のイベント運行は、炭鉱運転が前提であり、また製造後70年以上を経過した電車に対するブレーキ多重軽統化は、大幅な改造を要するため困難であった。それ以前は、東海旅客鉄道稲松島運んゆく、ありがとうございます。